どうもこんにちは、しゅんじです。今日は4つの遊びが楽しめる同友社さんから出てます恐竜ミュージアム AR ティラノサウルスレックス、トリケラトプスの2種類を見ていきます。中に塗装済みフィギュアが入ってあって、箱の外からこう中の恐竜見えるんだけど、なんかダイソーさんでね、売ってそうな、まあ、そんな形の恐竜ですね。組み立て式スケルトンフィギュアと、もう骨格ですね。あと、AR カード&ホワイトミニスケルトンフィギュアっていうのがね、入ってて、これ、ミニスケルトン透明なのか。なんか白っぽいけどね。で、これですよ、カード、こう画面で、なんかやると、恐竜が動くと、AR になってるようですね。箱横にはね、ラインナップが書いてあって、ティラノサウルスレックス、で、トリケラトプス、で、僕買ってないんだけど、あと、ブラキオサウルスに、ステゴサウルスの4種類となってたようです。はい、箱後ろはね、こんな感じで、あとね、情景パーツも入ってるから、フィギュアをこうセットして飾れるようにもなってるみたいですね。あ、すげえ、なんかおしゃれ、後ろダイナソーって書いてあって、もうこの状態でいい気がするよね。あと、ここにもスペースがあるから、アニアのフィギュアとか、あ、乗せれるからこう乗して飾るとかっこよくないですか？これいいね。ティラノサウルスの方はどんな感じでしょう？はい、取り出すと、あ、トリケラトプスと同じかな？ティラノサウルスも後ろにスペースがあるんで、アニアのフィギュアセットをして一緒に飾ってもいいかもしれないですね。箱の奥の方に入ってたのから見ていきましょうか。まず大きなカードが入ってます。こちらトリケラトプス。めちゃめちゃかっこいいイラストになってますよね。で、左側にはこのスケルトンタイプのこのトリケラトプスの、プリントがされてて、で、後ろですね。後ろには、スケルトンフィギュア組み立て図が書いてますね。骨格フィギュアの組み立て方が書いてあって、あと、この QR コードがあって、遊び方もここにね、書いてますね。スケルトンをスキャン。え？どれだ？あ、骨格フィギュアをスキャンすると、こうやって画面に出てくるのかもしれないね。楽しみ。これがね、情景パーツ。色ないんだけど、グレーカラーになってて、木のような。あと、これ、岩かな？岩に。これ下の方なんだろう？卵かな？卵がある。裏はね、まあ、こんな感じね。で、あと、これも岩かな？なんかよくわかんない木のようなのもありますね。で、あと、あ、これは卵！この間色塗ったのにめっちゃ似てる。あと、なんか小さいのと、大きい骨格が入ってますね。ちゃんとした、これが説明書ですかね。あ、QR のダウンロードの仕方とかがね、これ書いてますね。ティラノサウルスレックスの方も見ていきます。大きなカードがあって、恐竜のプリントはこんな感じですね。なんか柄みたいなのが入ってて、かっこいいティラノサウルスになってる。まあ、ベースは茶色カラーですけどね。で、左側に小さいね、骨格の、ティラノサウルスがいてます。はい、後ろにはね、まあ、さっきと同じ組み立て方が書いてあって、あとね、遊び方が書いてますね。で、大きな骨格フィギュアですね、これね。あと小さいのも白色のやつが入ってあって、で、情景は、あ、さっきと同じトリケラトプスの中に入ってたのとね、同じですね、これね、飾れるようにこれなってます。骨格フィギュアね、組み立てます。恐竜の骨格、小さいのと大きいの完成。サイズが小さいホワイトミニスケルトンフィギュア、ティラノサウルスレックスが全長約 5.5 センチで、トリケラトプスの方は約6センチとなってますね。多分ね、骨骨ザウルスの恐竜よりも、でもかなりね、サイズはね、小さいですね、これね。今度はサイズが大きな組み立て式スケルトンフィギュア見ていきます。まずはトリケラトプス。全長が約19センチあって、アニアのフィギュアを横に並べるとこんな感じのサイズ感ですね。大きいね。
ティラノサウルスは足元に台座があるんだけど、トリケラトプスはまあ4足歩行で立たせやすいからなのか、台座がないですね。後ろから見るとこんな感じ。左の後ろ足結構曲がってるんで、これ歩いてる時のポーズになってるんですかね。で、胴体部分のこの脇腹の骨がね、すごい長くて、かっこいいですよね。で、この指先ね、こうちょっとこう指曲がってる感じになってるんで、まあこの辺のね、細部のディテールとかね、すごいよくできてますよね。で、大きな頭。トリケラトプスの特徴的なこのフリルに、そして3本の角。いや、なんか色がいいんすよ、これ。なんかね、暗いウグイスカラーにちょっと焦げ茶カラーも入ってて、かっこいい色になってて、いや、うん、いいね。で、くちばし部分ね、開閉するようになってますね。はい、で、頭ちょっとこう、グラグラになってて、あと問題点。これね、パーツがね、バチッとはまんなくて、隙間空いちゃってんすよ。ここがね、ちょっとね、うん、もうちょっとこう、セットしやすかったらね、助かったんですけどね。もう一体は肉食恐竜のティラノサウルスレックス、全長が約25センチ。で、左の後ろ足、台座に刺さってるんで、こうなんだろうね、右の、後ろ足を上に上げて、走ってる時のポーズになっててね、すごい躍動感のある形でセットされてます。アニアのフィギュアを横に並べるとこんな感じですね。ティラノサウルスもサイズ大きい。色はね、さっきのトリケラトプスと同じですね。反対側から見るとこんな感じですね。脇腹の骨はね、やっぱね、トリケラトプスの方がかなりこう長いね、骨になっててがっちりとしてたのがわかりますよね。ただこの足、めちゃめちゃかっこいいね。この動きのある形がいいですね。そして大きな頭はね、こちらとなってて、このボコボコ感がいいね。で、口が開閉するようになってて、口の中には歯がこうね、ちょっとこう生えてますね。そう、後で見る塗装済みのフィギュアよりもサイズが大きくて、いや、これ迫力のあるね、あの骨格フィギュアになってますね。で、セットで入ってる上形パーツですね。まあこれ単色のグレーカラーなんだけど、まあこれをね、この、後ろに飾って、まあ、こうやってね、はい、まあ、こんな感じでセットしてもいいですよね。で、グレーカラー寂しいなって思われる方は、もうこれ色塗っちゃってもいいんじゃない？これね、自分で色塗ってかっこいい色にして飾ったら、さらにこのね、恐竜がかっこよく飾れそうですね。次はね、塗装済みのフィギュア見ていきます。まずはトリケラトプスのフィギュア、全長が約16センチ。アニアのフィギュアを横に並べると、はい、まあ、こんな感じで、全長はちょっと長いけど、高さあんまり変わんないですかね。はい、まあ、正面から見るとこんな感じ。頭の大きさ、同じぐらいです。大きい骨格フィギュアの横に並べると、これと比べるとね、ちょっと小さいね。トリケラトプスね、緑色になってて、ところどころこう黒い部分もあって、形がダイソーさんで売ってるね、トリケラトプスのフィギュアと似てる気がする。で、フリルですね。ここの柄がアニアキングダムのトリほどじゃないけど、結構ね、派手なね、色になってて、この周り、なんか暗くしたら光りそうな、ね、なんか蓄光タイプになってそうな色ですよね。で、角のところ、先端の方は黄色くなってて、クリクリの目はね、赤くなってる。で、くちばしも開いてるんで、こう、他の恐竜と戦ってるような、ちょっとこう、荒々しいね、顔になってますよね。はい、で、体、お腹のところ、こう下の方はね、オレンジ色になってて、で、稼働するところを尻尾回せて、前後の足が動くようになってて、あと、頭っていうか首の部分がこう回せるようになってますね。回しちゃうとね、位置おかしくなってるから、まああんま動かすとね、変だけど、まあ、稼働するようになってますね。塗装済みのティラノサウルスのフィギュアは全長が約16センチで高さが約10センチ。アニアのフィギュアを横に並べると、まあこんな感じのサイズ感で、大きい方の骨格フィギュアの横に並べると、ティラノサウルスも、ね、あの塗装済みの方が、ね、かなり小さいですね。はい、で、肌はね、ザラついた肌になってて、このボコボコっとしたね、ディテールとかね、すごい面白いですね。後ろ足のところね、こう筋も入ってて、いや、これもやっぱりね、ダイソーさんで、こうね、売ってそうな、ね、ティラノサウルスのフィギュアになってる。で、大きな頭、首頭少し傾けてるから、
まあな、他の恐竜と戦ってる時のポーズになってそう。トリケラトプスと同じ赤色の目になってて、眉のところボコッと膨らんでますね。で、口を開けてこう吠えてるようなね、そういった形で、口の中、歯があって、あと舌もねあって、ここね赤色にペイントされてますね。で、前足2本の指があって、ちゃんとね爪のところペイントされてる。塗装がね意外とね、あの後ろ足もね、あの爪の部分ペイントされてるんで、綺麗なペイントになってますよね。ティラノサウルスは尻尾を回せて、後ろ足は動くんだけど、前足は稼働しませんね。この短い前足稼働しなくて、頭はこう首のところがこうやって回すことができるようになってるんだけど、ちょっと傾けるとね、やっぱこの位置がおかしくなるから格好悪いね。塗装済みの恐竜フィギュア、箱外から見るとね、まあそこまで良くないかなって思ったんだけど、こうやって手に取ってみると意外と作り良くてね、かっこよかったね。もうちょっとこう塗装綺麗に、はみ出さずに綺麗にしたらなとかね、まあそういった部分もあるんだけど、意外と作り良かった。塗装済みの恐竜フィギュアをこの上下パーツの前にセットして飾るとかっこよく飾れますね。でもやっぱグレーなんで、ちょっとね物足りない気がするから、色塗った方がいいと思う。最後、このカードを使って AR 体験もできるって、もう箱にも AR って書いてるからね、あの楽しみにしてたんだけど、後ろの QR コードを D の AR アプリね、ダウンロードしたかったんだけどエラーってなって、読み込めないから、これAR 体験できないんですよ。まさかの。この商品ね、だいぶ前に買ったから、いやそれでもアプリなくなるっていう気はするんだけど、なくなっちゃったんで、ごめんなさい。ちょっとね、残念ながら AR 体験できませんでした。こちら恐竜ミュージアム AR ティラノサウルスとトリケラトプスを、ご紹介したんですが、商品名にもなってる AR の体験がね、アプリダウンロードできなくて、いやちょっと体験できなかったんでね、もうめちゃめちゃ残念。注意書きに、ご使用の端末によってはアプリが起動しない場合がありますって書いてるから、もしかしたら僕ね、最近新しい iPhone15 に僕したばかりだから、もしかしたらそれで対応してなかったのかもしれないですね。ただアプリ検索してもやっぱりね出てこなかったんで、もしかしたらサービス終わっちゃった可能性ありますよね。また他のでこう AR 飛び出すのがあったらね、ご紹介しようと思いますんで、楽しみに待っててください。 AR 体験はできなかったけど、塗装済みのフィギュアに小さい骨格、大きい骨格フィギュアに上下パーツがあるから、結構豪華セットにはなってましたね。はい、ということで動画の方最後まで見ていただきありがとうございます。よろしかったらコメントに高評価ボタンの方も、まあ最後結果悪かったんですが、よかったらぜひお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。